皆さんこんにちは、ケンです。今日は伊吹山ヒルクライムレースの1週間前に撮影しています。この撮影の前日に名古屋サイクルスポーツデイズっていうサイクルイベントに行ってきたんですけども、その際にこちらですね、パナレーサーさんの、再形状タイヤ、同じくパナレーサーさんの R エアっていうレース仕様のチューブ、こちらを購入しましたので、伊吹山ヒルクライムレースに向けて今から、このコスミックプロカーボン SLC にこちらのパナレーサーさんのタイヤ装着したいと思います。はい、まずタイヤのご紹介からします。こちらはパナレーサーさんのジラーというタイヤになります。特徴なんですけど、パナレーサーさんの中では最軽量のレーシングタイヤになります。ラインナップとしては 23C と 25C があるんですけど、今回私が買ったのは 25C、 これを2本買いました。で、重量なんですけど1本あたり 170g、 参考価格は1本6200円になります。はい、続いてチューブの紹介です。チューブも同じく、パナレーザーさんの R エアというモデルになります。軽さと耐久性のベストバランスを実現した、こちらもレース向けのチューブになります。で、今回購入したのが23から 28C のバルブ長が 60mm、 一番長いタイプの 60mm を2本買いました。で、重量なんですけど1個あたり 78g となります。参考価格は 60mm で1781円と歌ってありますね。はい、じゃあ今からタイヤとチューブを交換していきたいと思います。せっかくなんで、パナレーサーさんの、タイヤレバー買ったんで、これ使ってみたいと思います。なんかいろんな動画見てるんですけど、なんか皆さん言ってること違ってて、このバルブの反対側から外す人もいたりとか、バルブから少し離れたとこからスタートする人もいるんで、何が正解なんだろうなって僕も今思ってますが、なんで外すとこは参考に全然しないでください。ちょっとカーボンなんで気使いますね。アルミニウムとは違うんから、ちょっと緊張しながら外してますわ。でもこれでもう外れたね。はい、タイヤ外します。めっちゃ簡単に外れましたね。パナレーサー、ジラーと、R エア。はい。これもパナレーサーさんのね、以前から持っている、これはタイヤパウダーというもので、タイヤの裏側にこういうですね、白い粉
測ろうかな。わかりますかね。こう白い粉をつけるんですけど、このタイヤパウダーはチューブのタイヤへの張り付きを、まあ、防ぐためにつけてます。つけなくてもいいんですけどね。まあ、次回チューブ交換するときも、まあ、パンクしたときにチューブが密着してて剥がれないっていうこともこれをしとけば、まあ、少ないかなって思って私はつけてます。塗り終えました。皆さんそうかもしれないですけど、新品タイヤって硬くて私はつけるの嫌いですね。まあまだちょっと何回かしか塗ったことはないですけど、ちょっと見づらいんですけど、タイヤにちゃんとフロント方向とリア方向っていう記載があります。空気圧も一応ここに書いてあって、マックス 9.8 バール、980キロパスカルまでということです。完了しました。リアの方も同じような作業なので、省きます、はい、チューブとタイヤを変えたことによって、まあ、どんな乗り心地になるかっていうのがすごく楽しみです、はい、今回の動画は以上となります。良ければ高評価とチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。